朝起きるとネックレスにすぐ手が伸びる。シルバー925の重さが僕にプラスされてシャキッと目が覚める。華奢で全然ギラついていないのに頼もしい存在感をくれる。このルーティーンで僕は安心して一日が始められる。オンとオフのスイッチは僕が握っているんだ。今日をどんな日にするかも僕次第なんだ。なんてことない朝だけど、何かいいことが起きそうな予感がしている。そうだ、あのコーヒーショップに寄り道しよう。気分が上がるからいいアイデアが浮かんでくる。究極にシンプル、普段着をスマートにアップグレード。毎日つけられるシルバーネックレス。はい、ということでね、動画見ていただいたと思うんですけど、僕もね、今つけてるやつも45センチで、動画内でもつけてるのが45センチでつけておりました。ちなみに、まあ、50センチも1回つけてみると、このように、これが今、持ってるやつが45なんですけど、50センチがやっぱちょっとね、長いかなという印象ですね。45やったらちょっと首周りに沿ってるような感じなんやけど、50やったらもう一個長くなってくるというようなサイズ感なんですが、一回ちょっと45取ってみるか、50が50でありかもしれないですね。はい、まあこんな感じでね、まあ、ちょっとワンポイント見えるかなっていうような感じだし、これはこれでね、ありかなと思いますので、じゃあ今日は50でお届けしていきたいなと思います。でね、これ作る時にね、まず何考えたかって言ったら、 T シャツとかって結構夏場こうやってシンプルになるじゃないですか。でその時になんかワンポイントあったら自信つくかなと思ってね、普通の無地の T シャツでパッて出かけるよりも、あ、アクセサリー1個だけつける、いやでも手とかは俺つけへんかな、まあネックレスはつけるなと思ってね、これ1個あるだけでちょっと自信持ってつけ外に出て行ってほしいなと思ってね、そしたらその1日が楽しくなるじゃないですか。だからちょっとネックレスシンプルなやつで、どうせ作るんやったらもうちょっと骸骨は1回やめといて、シンプルなやつで、ね、作りたいなと思いました。骸骨は骸骨でかっこいいんですよ。かっこいいんやけど僕のテイストじゃないということでね、そういったあの背景で、ね、作ったんですけども、まあ簡単にね特徴を説明しておくとね、まあ、本当にこういったシンプルな、ネックレスになってます。でこのチャームっていうね、あの止めるところの部分だけ、ジャパンメイデアってね僕のブランドのロゴが入ってるんやけども、まあ、これ以外は特にそういったロゴとかも入ってないし、まあ、基本的にはこのサイズ感なんでほぼほぼ見えないとは思いますけどもね、こうやってここにねちらっと今あるんやけども、見える人おるんかな、ほんまにちっちゃくしか見えてないんでほぼほぼ見えないかなとは思うんですけど、そういったシンプルに作ってて、素材自体がねシルバー925っていう素材なんで、まあよくアクセサリーで作られてる例えばクロムハーツとかそういうのと同じ素材ですね。シルバー925なので 92.5% はシルバー銀で作られてますよと。だから最初はこうやってね輝きあるんやけども、シルバーってどうしてもねくすんできたりするんですよ。使ってたら普通に使っていくだけでね。でそういう時はあの付属でねシルバークロスもつけてるんで、それをそれでこうやって磨いていってあげればまた綺麗にこうやって戻ってきますし、そこまで、まあ、気にせずにねガシガシこうつけていってもらったらいいかなと思います。でまあ注意点としてはですね、特にどこっていうのはないんやけども、別にお風呂でつけてもらってもいいし、もう毎日外さんとかずっとつけとってもいいし、僕もね動画でこうやってずっといつもつけてるじゃないですか。まあこれ今回50初めてつけてるけど、でそれがねやったら海水浴とかこう海とかでね使っていってもらっても全然いいんですけど、ただ一個ねこのシルバーはね全部そうなんですけど、もしあのこれだけじゃなくてお持ちのシルバーアクセサリーがあったらそうなんですけど、お風呂温泉だけはね成分が入ってるじゃないですか。あれは変色する可能性があるので、まあクロムハーツとか他のやつとか持ってはる人もそうなんやけども、温泉の成分にはちょっと反応しやすいんで、それだけはやめた方がいいかなと思うんですけど、まあ基本的には、お風呂とか、まあ、海水浴も塩分だけなんですぐにパッて洗い流せば問題ないんですけど、それは20時間も24時間も海に入ってからこうやって天日干ししてたりしたら多少変色するかもしれんけども、まあ基本的には特に問題ないっていうことです。でね、一番最初ねちょっとこの辺がね外れやすいっていうお声が若干あったりしたんですよ。だから修正してここをね溶接でつなげてるんですよ。だから普通に使ってる分にはもちろん外れへんし、外れる箇所が一箇所もないように作ってますので、ちょっと一点注意点としてはね、まあ僕とか大阪住んでるんですけど、そういったところでスーパー玉でっていうところがあるんですけどね、そういったところで買い物とかされる場合は1円セールっていうのを毎日やってるんですよ。でその1円セールの時ってやっぱり大阪の主婦の方々とかおばさま方がこう争い合うこともあるんですよね。バーゲンみたいな感じでガーって争い合うこともあったりするんで、その時にこうネックレスグッて掴まれたりしたらグッていっちゃうので、まあそういった時だけちょっと気をつけてほしいなと。でちなみに
みにね、なんでか知らんけど、そのスーパータマデンのとこに、あの北斗の拳でいうとこの雲の十座みたいな髪型してるおば様が非常に多いというのがね、そこの人らは結構強いので、ね、皆さん気をつけていただきたいなと思うんですけども、まあ、そういったことで最初にやったちょっと剥がれ、ちょっと隙間があって外れるっていうのは溶接してもうひっつけてますので、安心してねつけていただけるかなと思います。ただデメリットとしてはやっぱりアレルギーの方もいらっしゃるみたいなんで、金属アレルギーの方とかは、ちょっと注意していただきたいというか、もう多分つけれないと思いますので、そういう方はね遠慮していただきたいかなと思うんですけど、まあ、それ以外はね、こうやって夏場って言って夏場用に作った言うてないけども、秋冬になったらこうアウター着たりする時でもね、パッてインナーにあるだけで映えるじゃないですか。まあ、例えばですけど、こうやってワンポイントチラッてあるだけでね、あるかないかでえらいちゃうでしょ。でこれやったらあるバージョンやし、でないバージョンやったらちょっと物足りひんというかね、こうなんかあの、ね、私服感がないというか、ちょっとコンビニ行くんかなみたいな感じだけど、まあ、パンってつけとったらちょっと品のあるような感じになるじゃないですか。僕はあんま50好きじゃないですけど、45の方が好きなんやけども、まあ、こうやってねあるだけで違うかなと思います。ちょっと45に変えましょう。あ、そうですね、僕は45の方が好きですね。これ45なんやけども、こうやってねワンポイントあるだけで全然違うじゃないですか。だからまあ夏場って最初は言ったんやけど、夏の時もそうやけども、まあ秋冬になってもねつけていただけるので、まあずっとつけていただければ嬉しいかなと思います。一応ねこのねゴールドもねあるっちゃあるんですけど、これ本物のゴールドなんですよ。だからゴールドにメッキでつけてるとかじゃなくて、マジモンのゴールドなんでめちゃくちゃ高いんですよね。でゴールドって世界でも25メータープール1杯分しかないんですよ。でそのうちの数グラムが今ここにあるんですけど、これはもう入荷できるタイミングで少量ずつちょっと入荷していってますので、もう第1弾はね完売しちゃったんですけど、また第2弾第3弾ってちょこ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 入荷していくつもりなんで、まあ、気になる方はね見ていただければいいかなと思うんですけど、これも、同様に45センチと50センチがあります。一応つけておきますね。僕とかちょっと肌がね黄色ベースなんで、そういう人は多分合いやすいと思います、こういうゴールドは。これがね45ですね、45センチの長さになってますね。まあ、こういった感じでもうどこの角度から行ってもキラキラするんですよ。もうほんまに K18 のねマジモンゴールドなんで。で次50センチがこんな感じでちょっとだけ長いですね、こっちの方がね、50の方が。で45の方がやっぱちょっと短いですけど、こういった感じで、ゴールドも多少は、あったりなかったりするという感じで、まあメインはねシルバーでいいかなと思うんですけど、まあ本物志向の方とか高級志向の方はゴールドでもありかなと思いますが、まあいかんせん高いんでね、まあ最悪これも売ることももちろんできますし、ゴールドなんで。そういうことで今日はねネックレス紹介させていただきました。で例えばね他とかやったらこうやってマウンテンパーカーとか着た時とかでも、ワンポイントパンってあってもね、まあこれはこれでありじゃないですか。あんまりごちゃごちゃするとちょっと子供っぽくなっちゃうから、もうこれぐらいでパッて合わせれたらね、自信持ってちょっと今日も出かけようやないかってね思っていただければ嬉しいかなということで作らせていただきました。また気になる方は下の動画説明欄からねリンクありますので見ていただければなと思います。ということで本日はですね、大人のためのネックレスを作ったという動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。